ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第98回目はこちら。皆さんはクラブの通訳さんのお仕事をご存知ですか？クラブには現在3名の通訳さんがお仕事されています。練習や試合、会見やインタビューなど、外国籍の監督や選手とコミュニケーションを取る上でチームには欠かせない存在の通訳さん。今回ビビ君も通訳さんのお仕事の様子に潜入し、お話を聞かせていただきました。ということで、今回は通訳に潜入。クラブを裏で支えている通訳さんのお仕事やお人柄についてたっぷりとお話を伺ってきましたよ。まずはビビ君、通訳さんにご挨拶。今ジェイさん、通訳さんに潜入を。今回お仕事を見学させていただく方は、先日カリーレ監督の就任会見でも通訳を担当されていたトナキ・ジェフェルソン・ヨウエイさん。クラブの皆さんからはジェイさんと呼ばれています。あ、はい、また後で行く予定です。チャオこれちょっと、はい、でもあの後でお話結構時間いただいてて、よろしくお願いします。後で、またね。ビビ君、お仕事の見学楽しみですね。それでは早速通訳さんのお仕事を見学。この日はクラブ応援番組オールビファーレンのインタビュー収録。カリレ監督が考えていることやチームへの思いを通訳します。Definindo algumas situações da forma de jogar. Dentro da área, de ir para o que mais bem jogador eu quero colocar. Técnico の言葉をすぐに理解して適切に伝えていくお仕事。ビビ君、なかなか見られないインタビューの裏側を見ることができましたね。さて、ここからは通訳のJさんにインタビュー。早速ビビ君、気になっていることを質問してみましょう。今まだ免許持ってないので、まずはそこの迎えに行って、でクラブハウス行って、はい、こちらが J さんの一日のスケジュール。クラブでは選手、監督、スタッフ間で常にコミュニケーションをたくさん取るため、 J さんも大忙しなんです。通訳さんはコミュニケーションが必要な場で常にチームと一緒にお仕事をされています。今日は一回対戦してるわけと、セイコンが jogamos バッカーラーで、その時めちゃくちゃいいサッカーしたからね。言葉だけでなく選手や監督の思いまで届けるために、通訳さんは常にチームと共に行動し伝えるお仕事をしているんです。前は選手だけに集中してればよかったんですけれども、今は監督コーチが来たので、すごい忙しいですね。監督がチームに加わってさらに活躍されている J さん。そんな J さんにビビ君からこんな質問。やっぱ言語は違うので、文化も違うので、そこは伝えられないんですけれども、はい、まあ、できるだけ互いにストレスがないようにっていうところを気にしてますし、だから文化の違いがあるから、ストレートにそのまま通訳したら、ちょっとブラジルだと受け取り方が違うなっていったところもあるので、はい、そこは気にしてますね。通訳さんは言葉の壁だけではなく、文化の違いも理解してコミュニケーションする必要があるみたいです。そんな通訳のお仕事について、さらにこんな質問。免許とか慣れた車の免許あ、そういうことですね。車の免許、あとはサッカーの知識ですね。それがないとやっぱり厳しいですね。あとハードワークできることですね。なんかあのいつも筋トレをされてるって。あ、そっちのハードワーク。あ、そっちじゃなくて。そっちはただの趣味です。あ、そうなんですね。ただの趣味です。はい。
たくさんの質問に明るく答えてくださった J さん、通訳になるためにはそんなお人柄も大事なんですね。続いてはカリーレ監督にもインタビュー。What do you mean? 冗談言ってもいいですか？冗談も Eu não sei se ele está falando o que realmente eu estou falando. 俺が言ってること本当のことを言ってるかどうかわかんないんだよね。Eu estou preocupado com ele. ちょっと心配なんだよね。冗談を言えるほど J さんと親睦を深めているカリーレ監督。監督にとって通訳さんはどのような存在なんでしょうか？Nos ajuda muito, né? Já tenho uma experiência de trabalhar em clube, isso facilita bastante também. Sei que não é um trabalho fácil, né? Que traduz para lá, traduz para cá, trabalhando 24 horas, né? Muitas vezes no telefone também, mas é fundamental para o sucesso de todos. 監督の意図を伝えるため、チームに必要不可欠な通訳さん。実はカリーレ監督、そんな通訳さんのため、あることに気をつけているんです。Eu acho que quando são frases menores, acho que cortando facilita para ele, né? Acho que o torcedor e quem está apresentando facilita também. 円滑なコミュニケーションのため、お互いを思い合っているんですね。続いてクラブスタッフにもお話を聞きました。クラブスタッフにとって通訳さんとはどのような存在なのでしょうか？外国籍の監督や選手の方とコミュニケーションを取るためにはどうしても通訳さんの力っていうのは欠かせないので、例えばインタビューはどんな質問がされますとか、どんなこと答えてほしいですとかっていう細かいニュアンスとかを伝えるにはやっぱり通訳さんの力が必要で、すごくありがたい存在です。で、こまめに通訳さんとコミュニケーションを取って、今日外国人の選手の体調大丈夫かとか、今日の気分乗ってるかとか、そういうのはこまめに通訳さんに聞くようにしてます。選手の体調やメンタルを把握するのにも通訳さんの力をお借りしているんですね。続いて選手にもインタビュー。ベテランの徳良選手に通訳さんが選手にとってどういう存在なのか聞いてみます。通訳の方がいなければ、監督の指示は分かりませんし、実際サッカーはやっぱり瞬間瞬間のことなので、通訳の選ぶ言葉っていうのがやはり直接僕たちに影響を及ぼすので、ただ直訳しているだけではなく、なんか日本人が分かりやすい言葉を僕にピックアップして限られた時間の中で説明してくれているので、すごく僕らにとっての助けになります。ブラジル人と日本人をつなぐ、やっぱり職業柄もそうですけど、こうマインドとしてもすごくいい存在になってます。チームの結束のために欠かせない存在なんですね。ビビ君、通訳さんの魅力についてたくさんの勉強できました。今回潜入した通訳のお仕事、通訳という職業について、そして J さんについてたくさんの人からお話を聞き、ビビ君もその魅力を知ることができました。ぜひ皆さんも試合などで通訳さんにも注目してみてください。潜入して思ったこと、通訳さんは選手の皆さん、監督、コーチ、スタッフの皆さんを支えてくれる縁の下の力持ち。皆さんのお話を聞いて、通訳さんはみんなにとってとっても大切な存在だなって思いました。2つの言葉をお話しできる J さん、かっこいいです。いろんな国の人とお話しできて仲良くなれて羨ましいな。ビビ君、チャオチャオ。